はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。んんはえー、始まりました。リハ第2回リハノメラーニングえっ、ー、と本日はえー、千里リハビリテーション病院副院長でやらせられます。えっ、ー、と吉尾正春先生をえっ、ー、とお迎えいたしまして、えっ、ー、と脳画像の基本と基本という基本の基本というタイトルで、えっ、ー、と本日は1時間半お送りしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 はい先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこの台風が来るか来ないかのところ、私台風男なんだ。最近結構台風とこう絡みがはい多いですね。私はまあそれだけ今年は多いんですけどね。今年は台風多いですね。はまああの一時間半まあこういった形でちょっと放送をはいさせてもらいます。よろしくお願い申し上げます。あのちょっといつもと家庭が違うんでやりにくいかもしれないんです大丈夫です。はい。じゃあもう早速はいあのスライドの方からご説明をお願いいたします。 あの、まあ、今日は、あの、脳画像の基本の基本ということでお話をするんですけども。まあ、ここに挙げているような内容のことを、ちょっとお話ししようかなというふうに思ってます。はい、まあ、そもそもね、はい、あの、脳画像をこう見るっていうのは。今の時代は、結構当たり前になってきてますけど。はい。 あのもともと脳画像を見るってことにはやっぱり拒否的なあの、はい、世界っていうのが私たちの中にはやっぱりあったんですけどねそういう中でどうして私が画像を見ようと思うようになったのかっていうのはやっぱりちょっとしたやっぱりきっかけがあって2つほどあるんですけどね、はい、あの私名前が正治です。 ちょっとスライドを変えてもらっていいですか。あの、私のですね。はい、あの義理の、あの兄が、はい、ええー、正久って。正久。はい。正久。正久、はい。はい。 あの彼はそうですそうですあの私の一番上の姉のあのまあ婿さんですね。で実は私12人兄弟。はい。12人兄弟の12番目。あ成功です。成功です。あはいはい。そんな顔してるじゃないですか。熊本生まれですよね。そうですそうです。でその私のね一番上のその姉のその。 旦那さんのことを、はい、あのうちの父がとても好きで,、はい、で私が生まれてきた時に「はい、あなたの名前一字この子にちょうだい」ということで私春に生まれたので、はいえー、その一字をもらって私はサハルになったんですね。はい、で彼は内科医だったんですけど、はいまあ、脳卒中の患者さんたちよく見てた内科医なんですけどね、はいあのー、その彼が。 こういう仕事があるよって教えてくれたのがまず PT ですね。<ー>で私それで行ったんですけど、はい、あの父も母も脳卒中で亡くなった小さい時に亡くなったっていうこともあって、はい、あの脳卒中の人たちを見ていくんだっていうような、はい、あの説明してくれた時に私はピッとこう引っかかってこの世界に入ってきたんですけど。 で彼があの私がちょうど PT になった頃、要するに卒業して間もない頃に、世の中に CT 画像が出てきたんですよね。何年何年前になります。も私卒業して何年だ。えっと昭和四十九年ですから、千九百七十四年ですね。えっと三十四年前ですね。四十四年前 CTCG が出てきたんですよ。当時何億円もする機械ですよね。そうですよね。で。 その画像が出てきて、はい、この兄が言ったことがね、はい、あの私は今までたくさんの脳卒中の患者さん見てきて、はい、それなりの診断もしてきた、はい、それはそれで自信は自分の中ではあったつもりだけども、はい、まあおよそ半分は間違ってたかな<ー>、ええと。いうことは、はい、おそらく相当の人たちを殺したというふうに彼は表現したんですよね。はい、殺してしてまった あのこれすごいことだなと思うんですよね。要するに診断が間違ってて、はい、当然診断が間違えば治療もアウトですよね。はい、でそういうことで自分はあの明らかにミスをしてしまった、うん、というようなことを言ったんですよね。はい、で脳卒中がそう可視化されたことで、はい、中身がこう分かってきたわけですよね。うんうんはい 何脳の中で何が起こってるそれに対して治療をする原因に対して治療をするっていうことができるようになった、はい、ところが私たち理学療法士って現象をこう見ていくばっかりで、はい、脳の中で何が起こっているかって全く分からずに現象だけを見ている、はい、でその現象を見てるでもその現象そのものが具体的にはまたどういう意味かってもうほとんど分からない状態で、はい、何かこう雲をつかむような感じで仕事をしてるわけですよねはい 脳の中で何が起こっててこの現象があるのかっていうことを分かれば、はい、本当はアプローチもそれなりのものができるんじゃないかなこれは自然な考えだと私は思うんですけど、ね。ええ、先生おっっしゃったようにあの、うん あの現象だけを見てると熱が熱が出たのに解熱剤を出すのと同じことになってしまうと。実何の原因も考えずにただ解熱剤を出して、はい、そういう世界が私たちの世界。はい、まあ言ってみれば命がかかってないから。はい、その熱が感染なのか、まあ、あの、うんうん、中の内部障害なのか、うん、い,ろいろんな原因の中ではっきりされていだからやっぱりそれはその兄の夫の。 言葉っていうのが私の中でぐんとこう重くのしかかってきて、はい、もっとやっぱりその中で何が起こってるかっていうことを分かるような努力をしないといけない、はい、そのためにはやっぱり脳の画像を見れるようにしていいいいかないといけなとけんだ、はい、当然まだその頃の脳の,あの世界っていうのはそんなに見えてない世界ですから、はい、だから。 そこそこ勉強しても例えば頭頂へは何をするんだとか前頭は何をするんだとかそのレベルですよ分かっているのはだからといってじゃあどういうふうにするんだってってほとんど分からなかったかもしれないけどもでもそういうことを突き詰めていくことで世界は開けていくんじゃないかなって自分の中では期待を込めて勉強しないといけないと思ったそれが一つそれとですね今から378年前にあるそっちの患者さんもそうですね。はい 脳卒中の患者さんの担当したんですね、この方はその当時、54歳で、ある公立病院に1年半入院された、そうですね、当時はそういうこですよね、5年でもできてたんですね、そんなような世界ですから、精神病院とかだと、入院50年とか、そうそう、20年とか、普通にありましのこの方、脳卒中1年半、入院して治療を受けてらっしゃったんですよね。 でそこを1年半で退院されて、はい、で当時、私がいた病院に入院させてくださいっていうふうに来られたんですよ、はい、またリハを受けたいと、はい、でも私たちの当時のこの知識っていうのは、はい、まあ半年ぐらいが限界で、はい、それ以上良くなることはないと、改善のフェーズが。そうううそそ、はい、それ1年半も入院してらっしゃった方で、はいね、治療を受けてた方で、それ以上良くなるとは思えない。 その方が10メーターをすっかり解除して10メーターを54秒ぐらいでこう歩く、はい、もう実質歩けてないうん、うん、まあそういう方ですからまあこの方が良くなることはほとんどないだろうと、はい、ということであの外来で判断して結局外来で見ていくということになったんですよ、はい、週に一二回、はい、でその結果ですけど、はい、次変えてもらっていいですか、えー、結局ですね、はい、その患者さんはどうなったかというと、はい なんと1 0ーを12秒でつえなしで歩けるようになった出血ですよねでもね、出血にしてはままああですよただですね、それとね痛くて触らせてくれなかった手をねピアノ弾くようになっちゃった、そのぐらいになってしまったんですけどそれがね、なんでそれが良くなってるのかそもそも何が起こってるのか。 なななぜそそそうううっっっていいいるのののかかかさっぱり分からないそもそも何が起こったよくしたのは私なんだけど、うんはい、よくしたのは私であることは間違いないんだけどその私が分からないっていうほど <laughs>、はい、嫌なことないでしょ、はいね、患者さんは私のことを神様だとおっしゃる、はい、でも私はそんなようなことをあの確かにできたけども、はい、なぜか分からないそういう中でそれは神様はないわ、はい、というふうにやっぱり思うんですよね。はい、だから そこで何が起こってるのかっていうことを分かるようにしたいということで、はい、そこからですねやっぱり脳のことをこう<ー>かなりギアチェンジできたのはだけどもまだその頃は分からなかったで、まあ、こうしてこう脳の画像を、はい、あの残しておいたんですけど、はい、あの今はこの中で何が起こってるのかっていうことはもう説明できるようになりました。 ほとんど分からなかったですねやっぱりあの私も臨床でだいたいそれぐらいなんですが当社の画像を見るという発想のあのえっと眺めてる人はたくさんいたんですよ眺めてる人はたくさんいたんです眺めてるレベルです読み解いてる人は誰もいなかったんですよ私もそうですよまだ読み解けない読み解けないけども読み解こうと努力はしたそれなりにその勉強もしたんですけどやっぱりなかなかこう説明はつかないそれが今から まあ、四半世紀前ぐらい、はい、でやっぱり脳の画像をもっとみんなで勉強して見れるようにしようよって言ってぶんその頃大阪にいたんですけど、はい、あのそういうふうに主張するとみんなに白い目で見られるわけですよ<ー>、えー、何言ってんのお前は、はい、うですねもっと現象をちゃんと見ればいいんだよというふうな感じでこう言われてたところはあったんですけど、はい、やっぱりそういう時代があったんですねありますよ もう一回きちんとこう、その脳画像を見れるように勉強しようということで、はい、まあ、改めてこうやり出したんですけどね。はい、で、じゃあ、次、ちょっといいですか。すじゃあ、先生、ちょっとコ、はい、コメントいただいてます。ちょっと、コメントの方、読まさせていただきます。はいええ、コメントの方、えー、っと。<laughs> すごいですね。えっと、ゆうじ堀川さん、卓球バレーというユニバーサルスポーツの普及に来ている南米ウルグアイで見ています。<お> <laughs> 国際的おお。南米からのご視聴ありがとうございます。うんうん、あの、この、えっと、ちょっと CM を入れさせてもらいます。はい、えっと、このリハドメチャンネルでございますが、えっと、皆様の。えー、ジンエのフェイスブックページへのいいねと、この動画のシェアで運営が成り立っております。この、あ、リハのラーニングですね。失礼致しました。えっと、これからも素晴らしい先生たくさんお呼びして、有意義なものをお届けしたいと思いますので。あの、ご視聴されている方々。 あの大変恐縮ではございますが、この動画のシェアか、もしくは人員へのフェイスブックページへのいいねを何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。もう1つコメン、米えっ、ー、とあと吉尾先生に直接ご質問できる機会なかなかないと思いますので、あのもしも先生にぜひお聞きしたいということでございましたら、えっ、ー、とこちらの方のえっ、ー、と下の方のコメント欄にあのコメントいただきましたら、私の方で読み上げさせていただきます。もう一つえーとコメントいただきました。藤原さん。 吉尾先生の話を聞くと、毎回背筋が伸びるのと、セラプ、セラピストとして、何をするべきか、ハッとします。私もそうです。はい。よろしく。私、最近背中が丸くなってきてます。私が伸ばさないといけない。やっていきましょう。はい、じゃ、次の、はじゃ、進めていきましょう。じゃ、具体的に、その脳画像の基本の基本というところ、ちょっと入ってみたいと思いますけどね。はい、あの。 よよく、ね、質問あるんです脳、はい、画像の見方を教えてください来、はい、るんですよの見方って脳画像を見るっつってもそれはただ白いか黒いか、はい、どこが圧迫されてるか、はい、どうか溝が広いか,か狭いかとか、はい、そういうようなところを見れば脳画像って本来は見れるわけですよね。うん、三津先生が今日見ているのはこの白いか黒いか狭いか広いかだけのこの4つ。 いや違うんです脳画像の見方を教えてくださいって言われたらそれ教えるしかない、ねはいはい、ああそうですね、はいうん、ちょっとじゃあ次いいですか、はい、えっとまあこれは要するに比較出血の方ですね、はいはい、上の段がこれは比較出血してすぐの時のものですねこ,こ,こっち側が発症間近、えー、そうですそうです上の方が発症してあのすぐのところですね、はい、でそして下は この方脳の血腫を除去してらっしゃるんですけどその後のそしてうちに回復期にいらっしゃった時の画像下の写真ですね2つともこれ同じ比較出血ですで上は白いですねこれを CT の場合は高吸収域って言うんですよねだからハイデンシティエリアハイデンシティで 要するに出血したところ、はこうして、こう、あの、白く映るわけですよね。はい、そうですね。こういうところですね。で、その血腫を、のけてしまうと、こういうふうに、こう、黒く映る。こういうの、ローデンシティエリア、低吸収域って言うんですよね。比較出血って、こうなるんだよと、これが脳の画像ですよ。というふうに、こう。教えてあげることができるわけです。 ただこの中で何が起こってるのかっていうのはまたこれ別のものですよね脳画像の見方を教えてくださいっていうのはきっとそういうところまで教えてくれっておっしゃるんだろうと思うんですがそのためには一日数時間でそれ教えれることじゃないよ入り口に立つことはなんとかやっていこうかっていうところができるかもしれないですけどそうです。 ななんんんんででで先生じゃないんだろうって僕臨床で結構悩んですよあのあ僕、うん、あの僕じゃなくて吉尾先生が担当したらこの人もっとよくなるんじゃないかっていうのを一時期ずっと悩んでてねけどもう自分の中で、うん、あけどもう明日目が覚めて僕は吉尾先生になれるわけじゃないんだっていう。うんうん 腹,腹くった時期張本、ね、さん張本さんの、ね、また張本さんの良さがあってその雰囲気は私にはないもん。で、はい、このの画像は <laughs> あのー 中大動脈のなんですね後ろ側の方の高速になりますけど筆跡髄炉とかそういうところは結構残ってるケースですよ。ででも結構広範囲ですよね広範囲に高速が起こってるこの黒くなってるはい。漏電してエリアっていうんですけどね低級周域になる。 CT で見る場合はこういう高速のところはこうして黒く映るんですよね、はい、定球式で映るんですけど、はい、まあ一般的にはこうして広いこう高速があると「う、はい、わすげえな」はい、というふうにこう、はい、まあ見てしまうんだけど、はい、ここの中で何が起こってるかっていうことは必ずしも分からないですね。はい、それを分かるためにはやっぱこの脳の脳中で どういうようなこう例えば解剖学的な、はい、解剖学的なシステムがここにあるかっていうことはやっぱり分からないといけない、うん、ところがセラピストたちが見るのは大体ねはい私も非脊髄で,ですね、はい、で,すで非脊髄炉っていう意味ではこう <laughs> そうある意味では正解なんで、はい、この方は生きてるんでいいんですけどね、はいはい、じゃあ次いいですかこの方はあのやはり 中大の動脈の高速なんですけどこれは MRI ですねフレア画像というのを今これ持ってきてるんですけどこれ白く写ってますよね。MRI の場合は低吸収域とか高吸収域と言わないで高信号低信号というんですねハイシグナルだこの場合の。 白く写っているので高信号という言い方をするんです。はい、はい。で、あのフレアえっと MRA はその写し方によって同じところでも低信号で写ったり高、うん、信号で写ったりとかするんです。はい、まあそのあたりはまた後で、はい、あの説明するとして、これも中大の動脈ですけど、先ほどの方も中大の動脈の拘束、はい、ほとんど同じようなところの拘束ですよね。はい。そうですね。ね。はい。この方は運動眉があるんですよ。はい、お同じ中大の動脈でもそうです。 で根幹のところはそんなには運動麻痺が起こるようなところにないんですけどね、うんはい、例えばこの辺りではあの、えっと、内包のところがこう映ってますけど、はい、内包のところは問題ないのでこの辺りし内包って結構ほら、はい、セラピストって見たが、はい、るででしょわ <laughs>、ね、かりやすいですい内包そうしたらこの内包のところはこれは全然問題ないので、はい、これからすると運動麻痺はなさそうに見えるんですけど、はい、実は。 しっかりとあるんですよそれはねこの画像で見るとよく分かるこれとかするとかこっちのこの画像この画像ですねで見るとよく分かるんですでもそれはどこ見ればいいかまだ後の話で同じ画像でも同じような中大脳動脈の拘束でもその人によってその辺りは違ってくる脳って個別性がある個別性があるからこそ 逆に画像を見て、それを理解すればいいんです。はい、はい。というふうに思いますね。はい、じゃあ、次のいいですか。これは内頚動脈の拘束の患者さんです。はい。はい、内頚動脈の方ですけど、うん、あの、脳は。 やっぱり腫れますすよねをとれて結局脳幹が圧迫されてしまって結局なくなってしまう可能性が高いのでもう拘束を起こしてしまったところはもうこれよみがえらないという大前提でそこは取りますよ除去しますよ内減圧術ですけどねそれをされるんですよ。でそうすると先ほどの黒さに比べるともっと真っ黒でしょこういうふうにこう。 もう黒いところがもう脳がない状態ですね。はいはい、こんなような人って歩けると思いますか？パって見たかぎ、って見た限りは僕はこの人はどれぐらいの寝たきりの方なんだろうって思う。ですよね。えー、ですよね。えー、思いますよね。えー、でもこんなような人で歩いていただいた方は今でも今までも何人かいらっしゃるんですよ。 ないですよね。脳は脳がないです。脳がない。脳がないのに歩けるっていうのはすごいですよね。それが私たちのセラピーです。それでもじゃもうそれでもこの人に関してはえっと歩く歩く機能の部分っていうものはこれなんとか保ってんじゃないかっていうセンてます。保ってます。基本的に歩く機能っていうのはこれ脳幹からしてセンタルパターンジェネレーター。ああ例えば例えばそういうことですね。そういう意味では何も問題ないはい。 脳幹を守るぞということでこれ脳を取ってるわけですから除去してるわけですから脳幹守られたということはあるんでまあただねそれをどうやってやっていけばそういうふうになっていく可能性があるかっていうのはまたこれ今日のお話と別の問題ですからねそこは。 ちょっとこういうの見ると怖いなって思うものがあのさっきの先生のお兄さんの話じゃないですけど僕らもそういうことあるわけじゃないですか。としたら歩けたかもしれない人もうこの画像を見たらまずどの PT も歩くのは無理だというふうに思うでしょうね。よくセミナーなんかでも聞くんですけどまあほとんどの人は無理と言います。 私の話を以前聞いた人は歩けると手を挙げるっていうぐらいです。<laughs> あとはもう皆さんの脳です <laughs>、はい。はい。で次の写真がこれは雲門家出血ですね。はいはい、まあこんなような感じで写るんですよ。というふうにちょあの準備してみました。はい、はい。でまあ画像もこうしていろんなもうこうあの病態を表す脳をこうしてこうきちんと あのこの画像を見ることで見分けることができますよね。はい、だから、まあドクターがそれをきちんと見たいというのは当然のことですよね。はい、で、私たちは、はい、じゃあその画像をどうやって見るのかって言うとドクターじゃないので、私たちは、はい、私たちはあのそういう診断のために見るわけじゃない。はい、あくまでも障害学をベースとした、はい、あの仕事をしていくわけですから。あのこの患者さんの問題が何から起こってるのか？はい 一方ではこ、はい、の患者さんの可能性は、はい、そういうところをこう見出していく、うん、そのためにはどうやっていったらいいのかっていうその方法論を見出していく、うん、ツールの一つとしてやっぱり使わないとそう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 です、はい、で現象だけ見てると見逃していくことが結構あるんですよはい特にあの現象を見ていく時に大事なことは経験でしょ、はい、経験でせ、ね、る、ね、体験がなかったらそんな現象なんてわからないはい、うんはい もう昨今回復期なんか一人の PT が見れる患者さんの数なんて1日に56人ですよ、はい、それを年間ずっと見たところで年間でも30人ぐらいですよね。 私たち PT になった頃は一日で三十人四十人見てたわけですから。<laughs> それか簡単複雑は先生も,もっと前もっと前です。簡単複雑のもっと前です。はい、あそうですか。はいでき高払いの時代からですから。で、ええ、そういう時にしかもその頃は急性期から生活期まで見れてたんです。<ー>はいこの経験は大きいんですよ。でもその経験がない中で現象を見ていくんだというふうに言われても。はいうん その現象を見ていくといってもそれが確たるものが現実的にないわけでしょ、はいはい、共同運動が何,何なのかってさえもこう説明要請の社会ですから、はい、やっぱこれはその現象をかけるだけではやっぱりどうしようもない、うん、やっぱりそういう中でこういう画像を見ていく中で、はい、そのことがなぜ起こっているのかこの画像からしたらこういう問題が起こる可能性があるそこを僕見れてないよと。はいうん そこのところをちゃんと見に行ってみると、確かにある、じゃあこのままだったら患者さん、きちんとした学習できないから、そこのところをもう一回きちんと対応できるようにしていこうというようなことも考えられますよね。何よりもゴールを考えていく、ゴールの当たりがつけれるというところが先ほどの画像で、歩行というのはゴールを持っていけるかというと、それはね、そこがやっぱりこう、 歩かせたっていう経験が、はい、でもその歩かせるためにはこういうことをするといいよというようなこう何かいろんなこう論文を読んだり、はい、あるいは基礎的なこう勉強をしたりとか、はい、そういう中で自分たちなりに仮説を立ててそれを実践してみてどうなんだんということをやっぱりやっていかないと分かんないですよね。えーうん、でさらにもうちょっとこうその画像の見方をあの説明してみたいと思いますね。はい えっとこ,れこの画像はえーっとですね CT とそれと MRI をあの表してるんですが下の方にこう CT がありますここ2つですねはいでまず高速はあのしこうしていわゆるローデンシティになって出血はハイデンシティに移る高級収域で移るということになりますね。でそのうちに MRI ができた。 でこれはあのいわゆるあれですよ、ね、X 線を使って MRI は磁、い、気を使う、はいでまあ、そういう意味でのこうリスクっていうのは非常に少なくなってくるし、はい、そしてかなりみあの精密になってきました、はい、で、えー、これは T1、はい、っていうのはあ強調画像っていうのはウェイトディメージってここに WI って書いてありますけど。はい T1WI はい W1 と書いてありますね。T1WI ワンと書いてあります。これ WI です。WI ですはい T1WIWI というのはウェイティドイメージ。ウェイティドイメージというのはこの上に書いてありますけど強調画像ってなるんですよ。ここに強調画像。この強調画像ウェイティドイメージはいでこの T1 は CT と同じ写り方をします。CT とということは あの出血がよく見えるということになります。はい、じゃあ高速はというと上にいきますとね、はい、はい、これあの T1 で写した高速なんですけど、はい、なんとなくよくわかんないでしょ？なんかぼやっとしてますね。ぼやっとしてるでしょ？はい、ね。やっぱりこれではよくないので、はい、これはもうちょっとちゃんとわかるようにしようということで、はい、あの T2 強調画像というのがじゃあこれがですね。はい、でそうすると高速のところがもっとこう 更新法で白く写るということができるようになったですねただですねそれをもうちょっと早くに映したい早くに映っきちんと診断をするために早くにそこでこうフレア画像っていうのができたわけですねここのところきれいに写ってますけどこういうフレア画像っていうのを作って診断を確たるものにできるようになってきたところがですねよく見てだくと3か所ほど。 白いとと、こあるでしょえ T2 もそうですけどここもねフレア画像でもここがありそれからここのところ能量のところにあってそしてさらにここにもありますね。この画像を見る限りではこれがいっぺんに起こるということは普通考えられないので。ということはこれは今回新たに高速になってるけど。 もともと、高速をこのハンターは持っている可能性がある。わけですよ。すよね、あ、そこのところを。あの。鑑別診断するために。はい、この D. W. I. っていうのができ。はる、い、D. W. I. は、これは。最近起こった高速。を。映したんできす。はい、古い高速は。はい、もう。基本、映さない。ね、はい。なるほど。拡散協調画像。はい、D. W. I. って言うんですけどね。はい d w は拡散ディフュージョンウイティドイメージって言うんですけどこれでいくと消えたところがあるでしょここのとこ消えたとですねはいここはすなわち前あったとこ今現在進行中の病変ではないとそうということはここが今度新しくできた病変ということになります分かりましたということですでもともとですねこの方はここだけの問題だったらゲルストマン症候群 普通に歩けてたはずです、ね歩けてたはず、ところが今度ここのところにこの高速走ができたことで運動麻痺は起こってません、運動麻痺は起こってないけど、フィード・フォワード・系の問題が起こるので、なかなかうまく歩けない、ややこしいですね、そういうところをこの画像を見て、ちゃんと判断できるようになっていくと、楽ししいでょアプローチは変わってくると思います、まず間違いなく。 とということです、うんはい、で最近はさらにこの下にあるようなです、ね、こういうトラクトグラフィー、はい、アキソノグラフィーとかですねあのこういうのができるようになって、はい、まあこれはもう上肢のところの,あのこの赤い線がです、ね、これ上肢のところの筆脊髄を表してるんですけど、はい、そういう線の,あのなんですか、ね、流れをきちんとこう追っかけられるようになってきてるんですね。 これ MRI がベースになってくるんですけど、はい、え、全世界でいうと、はい、こういう MRI とか CT の普及率は日本はもうダントツでいいんです。おお、はい。どんなところでもあるんでしょう。え、どこでもあります。なるでしょう。それだけ速くなりましたよね昔よりそうですね。はい。ところがですね、はい、あの回復期の病院っていうのは、あの点数が丸めなんです。ああ、はい。言ってみれば、はい、はい。 要するに検査とか投薬してもそれはあの病院の持ち出しになるというかそれを込み込みの,あの診療報酬にしてますよと、はい、いうことなんですね、はいはい、だからあの回復期のところであのわざわざその診断のために MRI を取るとかいうことってほとんどないですね。 急性期の病院にあの搬送するということで、あのだいたいそれで MRI は回復期の場合はあまり置いていらっしゃらない。もううちもそうなんですけど、ね CT で CT だけだったらこのトラクトグラフィーは見れないです。はい。本当は予後的なことを考えるときにこのトラクトグラフィーなんかも見れるといいですよね。あの以前に比べたら精度もだいぶ良くなってきてるのでいいですけど、ただ一つ言えることは。 解剖が分かってれば、必ずしもこのトラクトグラフィーが分からなくても、どこがどういうに障害されているかってことはわかる。あの先生、画像と向き合うって本当に脳の機能と向き合うこととほぼ同じ、一緒です。よね。それからがこれ、それがこれからの話。ありがとうございます。あ、ちょうど三十分経過しましたので、ちょっとコメントの方読み上げたいと思います。コメントの方もあのわあの先生たくさんコメントいただいております。えっとコメントの方読みまさせていただきます。 どうすかそうですね。もう百人百人見てます今、ね。あそうですか。ありがとうございます。えっ、ー、と早川咲さ,さん、二年前脳画像の研修会後にえっ、ー、と術後脳梗塞の患者さんについて相談させていただいたものです。あの時。 えっといつか落ち着くから今は粘りなさいとおっしゃった先生の言葉を信じてリハを続けたら四点線を使って一人で外にを歩けるようになりましたいつかお会いしたらお礼を申し上げたいと思っていたのですがなかなかお会いできなかったのでこの場をお借りしてすみませんありがとうございますこれからも患者さんの可能性を信じてやっていきますと終わったですね <laughs> 粘りがちですねば、ね、りがち日本人こういう方いらっしゃると思うんですよ、ねね、えっと高倉先生からいいねと手塚先生からいいねとあ,ありがとうございます <laughs> いただいておりますえっと。<coughs> たまちさんつい最近40代前半の若い方がこままか出血で亡くなられましたその直前にお会いした時にえっと何気だる…んえっとなんか気だるげで顔が赤く疲れが見られました体重も100キロを超えておられましたが、うん、発症の予防に向けてこれまでのご経験から取り組める画像・検診の方法はないものでしょうか予防的視点から…というところですね難しいところですね,ですねこれはドクターの世界ですねあ<ー>、ええ ありがとうございます手塚,純一さん手塚純一先生あ、いつもありがとうございます、吉尾先生の講義を受けて背筋を伸ばされたセラピストの一人です、日本中いっぱいいると思うんですよ。手塚先生は背筋伸びてる人じゃなんで脳の中で何が起きているかを常に考えることが脳卒中セラピストにとても重要なスキルだと思います、ー私もそう思います、コメントありがとうございます。藤原さん 可能性を狭めるのが医療者の仕事ではなく、画像などを正しく理解し、可能性を広げられるのが医療者だと以前、吉尾先生がおっしゃられたことにとても共感しました。うんうん、ありがとうございます。コメントはい。またあの吉田先生に直接コメント、あの直接ご質問と。 あのー、お伝えしたい方は、あの是非ちょっとこちらの方にコメントよろしくお願いいたします。えっ、ー、と cm を入れさせていただきます。えっ、ー、とこのリハのメラーニングでございますが、えっ、ー、と皆様の陣営の facebook ページへのいいねとこの動画のシェアで運営が成り立っております。これからもあの吉尾先生をはじめ、あの素晴らしい先生をお呼びしたいと思っておりますので、何卒この動画のシェアか、もしくはあのー？ ジエのフェイスブックページの委員のよろしくお願いいたします。あとですね、えっと吉尾先生のあのご講義弊社でもえっとご講演お願いしております。これでは脳卒中患者の歩きの見方ということで、えっとこれは大阪会場、東京会場の方でえっと予定しておりますので、またえっとこちらの方のジエのページからお申し込みいただけると大変ありがたいとうごいます。はい、ありがとうございます。次お願いいたします。はい、はい、では次のスライドお願いします。はい、お願いします。あの画像を見ていくときですね。はい、あの。 こういうようなあの画像が必ずあります。あの脳、はい、のところにこう線が入ってるんですね。はいはい、で、そこにナンバーってあるんですよ。はい、で、そこのところをあの追っかけていくと、例えば、えー、ここのところで見たときですね、はいえー、25番のところをこう見ると、はい、このように見えるわけですね。はい、ね、もうあのこれがもうもう25番もう決まってるんですよ。決まってるんです。ではい。はい まあまあその切り方はあのそれぞれこうスライスをどの程度の厚さにするかいろいろあるんですけどね、はいはい、でそして今度この水平段にやっぱりこうした線が入ってるでしょ、はい、その水平段のところにこう線をあのそのままあのカットするとこのようになるわけです。この画像ってとてとも本当は セラピストには美味しいセラ、あの画像なんですよ。なぜ美味しいかがなかなかわからないですね。教えてもらえるとありがたいですね。また、後ほど。はい。はい。で、今度はこの、この画像をベースにして、この線が入っているので、今度。こういうふうにいくと、この四畳段が。見れるわけですね。はい。というな、あの、ものが見れます。で、これは。 画像をご覧になったら必ず見れますからそういうトレーニングをなさったり番号も必ず書いてありますからこれ何番のスライスですよっていうのまずは見るそうです見るものですからやっぱり見ないことにはどうしようもない眺めるのではなく見る見るはい。そしてあの画像はですねなんとかレベル なんとかレベルっていう表現をよくします。はいはい、じゃあ次のスライドいいですか。例えばここは、あの中濃の,の、あ、じゃあごめんなさい、今日の中小の客のレベル。ですね。はい、これは、ね、一番。はい、はい、こっちですね。はい。で。 えー、いわゆるこう小脳に中小脳客を通して、はい、あの大脳の方からこう繊維をいっぱいこう送る、はい、あのところですねそれからペンタゴンのレベルっていうのがあります、はい、ペンタゴンっていうのは五角形ですねどこを五角形と指してるのここのところですね、はい、えっとここのところこう黒いところあるでしょここのところ五角形になってるでしょ。 はいアメリカの国防省の五角形ペンタゴンですよねで次はこれダビデの星ダビデの星はいペンタゴンのところにもう一個ここのとこピッとこう食い込みがこう切れ込みが入るダビデの星のレベルっていうんですただですねこのダビデの星とかペンタゴンのレベルとか言ってもそれは形を言ってるだけであってはい 機能的なななことを表現しいいじゃですか中小脳客のレベルつった場合は大脳から小脳に向かう繊維強小脳繊維がそこのとこ通ってるそういう意味を本来は持ってるわけだから本当はこういう形状だけで言うよりは何とかのレベルっていうのは解剖学的に表現した方が本当にいいのかもしれませんね。で例えば次に中脳の下級ですね下級のレベルっていうのがありますけどえっと これこれがちょうど下級のあたりなんですね。<laughs> はい。で、そしてそしこの次こちら側のが、えー、下級と上級の中ほど。はい。ぐらいはい。はい。十九番なんですね。はい、中ほどぐらいになります。はい。で、そしてさらにその上に行って今度これですね。はい。はい 中脳のの上級の方に差し掛かっていきます、はい、これまだあの中脳の上級と下級の間に近いところだと思いますけど、はい、そしてこれがもう明らかに上級のところになりますね、はいで。そういいううふになっていくうそうすると上級はじゃあどういう働きをするのか、はいはい、上級は視神経が絡むんですよ、はい、そうですね。えこれが あの頭頂葉の方にこう絡んでいきますから、はい、ということはこういうところが障害されると反則空間みたいな中、はいはい、空間に対する中傷害が起こったりとかね、はい、そういうことが見れたりするんですそして、えー、こっちの2つがよく似た図ですけどね、はい、あのここに消化体っていうのがありますこれですねここのところ白いとこがありますねこれが消化体ですねこれが消化体。 真ん中のですねこれがきれいに写ってる消化体のレベルこの外側のこれは脈絡層です髄液を作るとこ髄液を作るとこですねでこちらの方は門ンロのレベルって書いてありますけど質感孔質感孔脳室の間を結ぶこの門ンロがきれいに見えるところをモンのレベルというふうに言いますじゃあ次いいですか で次は脳量膨大ですね、はいえー、ここのところを脳量膨大と言います、はい、これがきれいに見えるところ脳能量膨大のレベルと言います、はい、えっとここのところに脳の,のところにスライスあの線を入れてるでしょ、はい、一番下のが脳量膨大のレベルです、はい、ちょうど脳量膨大分かりますよねここのところに脳量膨大ありますね、はい、そこのところを通ってるで脳、はい、量膨大のレベルと。はい、で次は量体部のレベル はい、ちょうど能量体っていうのが、えー、この辺りですねこの辺りが能量体ですちょうどそこのところをあの切ったものになります。はい、でその上に今度は、えー、葉の字レベルっていうのがあります。はい このハの字レベルっていうのは日本しかわからないですね。<laughs> カタカナのハ。そうですね。カタカナのハで、ハで<葉>、ハの意味ですよね。そうですそうです。はい、ということはこれはこのハっていうのは何かというと側脳質のちょうど天井のところ、はい、上の方でね。ちょっとこうこういう形がなくなっていくるところです,、ねはい、ですそうですそこのところを切ったものですよっていうことですね。でその間に見えるのが脳梁ということになりますかね。はい、の,ね葉の字レベルと言います。実はこれこの辺りってすごく歩行には 非常に重要な話レベル。そうです。そうなんです。ええ、後でまた。後でまた。後でまた。で、さらにその上の、あの。の。画像がこうですね。まあ、こんなようにして。こ東京用の方の。そうですね。あの、東京用から、前ん、全東用もそうですね。はい。まあ、この辺の細かいところ、またちょうど行きましょう。はい。で。あの、まあ、こういうふうにして、こう画像をどういうふうに見ていくかっていうのは、まあ、ざっくりと、こう、こうして言えるんですけど。はい。 まあ、画像の見方を教えてくださいと言ったら、はい、これだったら説明できますよ、はいうん、ですけどね、はいはい、でも実際に画像を見ようと思ったらやっぱりその神経繊維の走行とか、はい、それから、えー、血管の走行とか、はい、そういうところが分からないといけないわけですよ、はいはい、じゃあその神経繊維はどうやって走ってるのかっていうのはほとんど習わないですよ。 あと頭頂はどういう働きするとか前頭はどういう働きするソフトはどういう働きするかという局所的なことしか教えてもらってないですでもですね、はい、私あの思ってるんですけどね、はい、この神経繊維のことをこう考えた時に、はい、例えば頭骨神経支配筋言えますか言言えます言えままますすすすかえちょっと怪しいですんせん <laughs> 頭骨神経支配がね、あの頭骨神経があの神経を分布して、あの出していく順番に言うんです。順番に。三乗番、長中胆、僧小尺階、外胆、って。これ、頭骨神経の支配筋を全部私、頭文字で今、順番に言ったんです。はい。それを言えると、脳の画像は見れます。はい。自分の臨床を見つめて、こちら側さん、ありがとうございます。筋肉はね、筋肉は、起始と停止、みんな覚えるじゃないですか。覚えます。はい。 そしてどこを通っていくかとか覚えるじゃないですか手根管を通るよとかこの筋肉は手根管通らないよとかそういうのを覚えるでしょうそれ覚えたら脳の中って覚えれますよ全然難しくないだけど結局筋のあれだけのこと全部覚えられるんですからね理学力の人は覚えられる覚えられるだからそのあたりをちゃんと知らないといけないということですそれで次行きましょうか 神経線維の走行と血管を知りましょう、はい、ということなんですがあ<ー>まあもちろん今日この時間で神経の走行とか血管のことを全部語ることは到底無理、はい、それはもう仁さんのセミナーに来ていただかないとこれどうしようもないんだけど次のじゃあ実際にちょうど神経線維がどういうものかっていうのをちょっと見てみましょうか。はい これリアルでしょ。これですね。これ繊維繊維ですね。そうです。繊維がもうもの見えてるでしょ。私あのこれ中心孔あたりにあの一つの半球をね、中心孔あたりに私の親指両方入れて、それで前後にパカッとこう割った時のあの写真なんこれこれ実際に先生が解剖されてる写真でそうですそうですそうですよ。そうですよ。でそうするとほら神経線がどうやって走ってるかよく見えまんですよ。 見えますもちろんこういうやり方もあるし、はい、ピンセットの裏でグッとこうあの脳をこさえていくんですよ、はい、そうすると神経繊維のこう束が、はい、あの見えてくるわけです<ー>それをずっとあの考古学の世界ですよそうそうそうそこにずっと追っかけてここからここにこう走ってんだなっていうことを見ていくわけですねで投射、えー、繊維っていうのは上下をこう結ぶ繊維、はい それから連合繊維というのはあの同じ半球の中でこう結び合っている繊維、はい、そして高齢繊維というのは能量に代表されるような左右の半を結ぶ女性が大きいんですね、確か、能量は。 能量膨大が女性が大きいそのあたりの話するとまた時間は大変ですからまさにそうですねだから女性が賢いんですよ僕も本当そう思うんですよ左右の脳を使ってるっていうことですから男はね右の脳をほとんど使うんですよ何事物事考えず雰囲気で決めちゃうでしょ理屈関係ないだからわけわかんないこと平気でやるんですよ男の方が男は 例えば戦争なんかまさにそうでしょそうですね。理屈に合わない。です合わないですよ。どう考えたって理屈に合わない。女性は絶対戦争嫌なはず。でね。やっぱりそういうようなことを男は何かこう社会で。っていうことでね。右の反響を使って、ほら環境に関わる、空間に関わるでしょね。すごくただ僕社会出ていろんなことなんですけど。あの。やっぱ全然違う話になっちゃうんですけど。メンツってすごく男って大事なんだなっていう。 環境に生きていかないといけないですから、このメンツがもう何よりも大事ということになりますね。すねあ、もうちょっと本当言葉を使ってね、理路整然と物事説明するようにしていくと、もっと。 幸せな平和な社会ができるのかもしれませんけどね話戻しましょうかじゃあ次いきますねじゃあその当社線維をちょっと見るとこんな感じになるホモンクルスホモンクルスと小人っていう意味なんですけどね右側の方がいわゆるモーターですねいくですねそして左側の方があの 視床から上に上がって、はい、いわゆる感覚情報を伝えていくところということになりますね。はい、まあこういう透射繊維、そして、えー、次は、えー、じゃあ次のスライドお願いします。はいえー、これ連合繊維を表したものです。はい、あのー、これ吉尾さん作なんですけど、私のあの。 コンピュータグラフィックまではいかないけどそこで作図したんですけどねこんな感じで走るわけですけど特にセラピストたちが興味持っているのはこれですね「常住足いですね SLF っていうんですけどここに書いてありますねスペルは SLF の位置ボディイメージに関わったりそして空間に関わる SLF2 とか音とかそこらに関わる SLF3 とか特にこの「 えと上重なの弓のようになってるの「急上速って、はい、よくあの言葉に関わるようなところになりますね。はい、それから、えー、見たものが何であるかということを伝えていくのがこの下重重ですすね、はい、下重則になります、うん、でその見たものが何であるかって分かった時にそれをあ取って食べたいなという時にこの「好成則っていうのを使うわけです。ね8番の そうですねうですね。視覚から即答葉の記憶の引き出しにいってそれの見ることもあですそうですそうです,そう,です,そ,うですそういうことですね。と<あ>、はい、いうことになりますね。視覚系色で副即視覚系色ってものの色とか形とかものの概念とか、はい、そういうものを見るわけでしょ、はい、あ美味しそうな桃やおい美味しそうな色やない、はい、というふうに見た時にそれを食べたくなる、はい、でその時ですね即答葉のこの前側っていうのはこれ変幻系なんですよ。 え、そうなんですか。え、こう扁円形の連合野なんです。え、違なかった。そしてそれの内側があの扁頭体とか海馬とか、まさにこうね、扁頭体の面のそうです。でそこで処理して食べたいなとこう掻き立たれて、それが前頭葉の方にこう行くわけです。そしてそれを手に取ってこうというような感じになんですね。はい。でこういうあのものがまずありますよってことですね。じゃあ次行きましょうか。 で私たちはこういうこうあの、えー、当社債なんかね、はい、特にこの筆跡随筆にすっごいやっぱり興味を持つんですけど、はいはい、すそれの代表としてここの内包をね、はいはい、考えますよね、はい、考えます、はい、最初にもうまあ何はなくても内包を見ます見ますよ、ね、<laughs> はい、はい、で私ね内報も,もちろん見るんですよ、はい、よく見るんですけども。えーえー あのー、まあそこの内包のところをただその内包の顧客のところを見るだけじゃなくて、はい、その横には支障があるわけでしょ。はい 脂肪にはいろんなこうしたものが核があるわけです僕痛み関係の研究やってたんで思うんですけどものすごい脂肪の機能って複雑ですよねそうですよすごい複雑ですよね本来はねただその非常に複雑な脂肪の機能をですね複雑に覚えても多分臨床では大変ですからそこら辺りはある程度シンプルにある程度シンプルに考えないといけないんですけどまあ要するに出血して出血した時に ざっくりこう障害されますからね、はい。だから、あまり細かいことは言っておれないんですけど、えー。でも、ここに書いてあるぐらいのその核はやっぱりちゃんと覚えていかないと。いいけない<ー>それを込み込みで、この内包は考えていかないといけないですね<ー>。で、品質、これここら辺ぐらいはざっくりとどういったものなのかということは理解してた方が。しておかないといけないですね。で、品質。と同時に、これ、これはあの運動やから出てくる繊維ですけど。はい、あの、運動前夜から出てくるので、この毛様体に行く、今日毛様体に行く。はいうんうん あの比率強模様路ですね、はい、これ姿勢制御にやっぱり非常に関係するあるいは円髄の方の模様体にいくこういうのもやっぱりあの姿勢制御に関わったりとかするわけですから、はい、こういうことも含めてこのあれ考えていかないといけないですね。はいまあ、いずれにしてもじゃあこの2つのこの画像で見たときに、はい、どちらの方がそういう問題をいろいろと持ってるか。うん、この 高速とこれ比較出血なんですけど上の方は見るとその大きさからすると絶対的に下の方が大きいですよね。はい。どんどん大きいです。障害の程度は上の方が軽いです。え。でちなみにこの方は一年あの十三ヶ月？十三ヶ月歩けなかった方。はい。え。その後三ヶ月で歩けるようになってハワイに行かれました。え上の方ですか？そう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 。え。何が？その十三ヶ月なんだったんだ。え。 やっぱり今のような今のようなところをやはりこうちゃんと読み取れてないですね。はいはい。それで結局なんかこう自分たちの中でこう固まった考えでアプローチをしてしまって結局歩けないままであのそれが当たり前になってしまうということなんですね。はい。あの節目が伸びます。はい。えっとちょっとじゃあ、はい、えっとすごい人数視聴しております。百三十五人っていうあの、うん、新記録です。<laughs> たくさんの方ご視聴ありがとうございます。ちょっと質問もいただいておりますので、はい、えっと。 ご質問、感想、えっと、を読んでいきたいと思います。えー、っと、相場祐介さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。えっと、工場さんですかね。えっと、在宅で脳卒中後遺症の方のリハビリテーション支援をしています。うん、退院時、機能予防について説明を受けておられない方も多くおられます。うん 脳画像より機能予後が分かると思われますが、両方指レベルででも可能でしょあ、うん、あ、十分可能です。これあのというか、えー、むしろセラピストの方がよく分かるはずです。先生、あのはい、少しちょっとすごくジレンマ抱える方もいらっしゃると思うんですけど、うん、この予後の予測に関して、うん、僕は基本的につ結構突っ込んでいる立場、うん、そういう立場を取っているんですが、うん、先生のお立場ってどういうふうに考えられますか。うんあのー 大事なことだと思います。やっぱりあの自分の将来を知りたい、ええはい、知りたいわけじゃないですか。はい、そこに答えていくのが私たちとしてやっぱり重要なことだと思うんですよね。はい、ただですね、大事なことは、はい、あの脳卒中の方々ってやはり、い、脳の障害で前頭連合野がうまく機能してない時ってやっぱりあるわけですよね。はいはい、はい。あのそういう時に。はい そういう話があったとしても必ずしもそれをきちんと受け止めるような状況にはないよベンディングするのもやっぱりありだっていうそうですだからそういうことも含めて考えないといけないただですね先ほどあのまあ黒毛のあの方がああいう方でも歩ける可能性を持っていると言った時に予後は私たちの戦略も含めて予後ですあの予後ってあのこうなるという予想じゃなくてこうするっていう意思ですよねそうです はい、だからそこのところも考えたときに、うん、私はあなたと共にこのことをやり遂げていけますよ、うんうん、頑張りましょうということは言えるかもしれないいですすねありがとうございま,すまあもちろん栄養とかねその他のこともいろいろと必要なんですけどね。えー はい、えっと、たくさんの方、あの、ご視聴ありがとうございます。えっと、この、えっと、リハのメラーニングでございます。すみません、あの、え、信用、をはざわしてもらわせて、このリハ、リハノメラーニングでございますが。えっと、皆様の陣営のフェイスブックページのいいえ、なんか、もしくは、あの、この動画のシェアで成り立っております。えっと、皆さん、えっと、この動画のシェアを、何卒、よろしくお願い申し上げます。えっと、後ですね、えっと、吉本正晴先生のご講演、えっと、東京とあ、東京都大阪の方で、えっと、十月、12月で開催しております。また、えっと、他の、えっと、セミナーも、えっと。 弊社の方開催し吉岡先生の講講義を開催しております。また弊社のページの方ぜひご覧いただけます。幸いでございます。先生ありがとうございます。はい、はい。じゃあえっ、ー、と続きの方はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい。で、<laughs> あの先ほどこの師匠の話しましたけど、ちょっと師匠に触れてみましょうかね。はい。あの次のページお願いします。 あのこれ、視床から出ている繊維をバーンと表してあるんですけどすごい視床鳳泉というんですけどね、視床、はい、っていうのは、ほら、私たちなんかこう視床出血時から体勢感覚の障害って、なんかの一つ覚えみたいに教え込まれるところあるでしょ、あれもあ,あんな間違いな、な誤、はいはい、ったことはやめましょう、はい、で、視、え、床、ー、っていうのは、大脳に入ってくる情報のほとんどをそこ中継して、はい、あの大脳皮質に投射していくんですね。はい、だからまあ その中でただ体制感覚だけではなくて、はい、例えばいろんなことを考えるとか、はい、そういうことにも当然この師匠って関係していくわけですね。次お願いしていいしてですか でこういうふうな、もう非常にこうざっくりとしたこれですけどね、はい、こういうふうにいろんなところに投射をしているということは、これでわかると思います、それぞれ重要な働きをしているわけです上の方にも、かなりもちろんそうです、例えばこの黄色いところなんかはまさにそうですね、はいはい、全角が、帯状下に関わってるわけですから、はい、それからこの赤,い赤っぽいところは、これ、前頭連合屋に関わってるわけですから、そうですね、遂行、ね、機能とか、はい、注意とか、認知とかですね。はい 上動とかそういうところにそっくりも関わっていくわけですね。近々調理だって関わっていくわけですからね。はい。ここの V.L. 角とかですね。はい。それから視線制御にやっぱりそっと関わっていきます。例えばここの背側角ですね。視床。こういうところは頭頂葉とか頭頂の内側面とかそういうところに非常に関係してくる。正確な入力ができなくなるとやっぱりそこのあのそういうことアウトプットも全く変わってくる。そういうことですね。そういうことです。で、まあこの辺りは詳しくは 今年の PT ジャーナルの5月号、今年の PT ジャーナルの5月号ですね。今年 PT ジャーナルの5月号です。私があの指標およびその周辺のあのこの機能とことについてあの解説してますから、ぜひ読んでいただいたあのセラピスト向けに書いてありますから、あのわかりやすいと思います。はい、じゃ次お願いします。 ね師匠はもうそこに託しましょう。はいはい。皆さん読んでいただきます。師匠はそちらのフリーじゃん。五月号お受けくださいあともう一つ先ほど出てたのは結あの血管のことをちゃんと知りましょうということでした。例えばここのこの図はですねちょうど内房の光脚が通るところなんです。はいはい。内房の光脚が通るところを表してます。はい実は。でそこのところで例えばこれで言ったらですねここのところちょうどこの辺り で、非常にリスキーなところなんですね。ここのところ通って、あの、降りていきますから。この赤いところですか。そうですね。そうですね。ちょうど赤いところ。ちょうど水色と、水色とピンクと赤。こう、重なっているようなところあるでしょちょうどこのあたりをあの、非脊髄路、こう、降りていくわけ。ね。で、そういうところの、その血管が、何によって、栄養されてるかっていうことを知っておく。っていうことも大事です。このあたり、ちょっとまた後で、触れますけど。あの。 結局ですよね次じゃあお願いしていいですか。例えばこういうこうこれあの血管をこう実際は見れるようになってるんですけど、はい、こうスライスをこうここで三つやってますよね三、はい、つやってます,す、ね、はい、はいえー、それぞれ一番下の図、はい そして真ん中一番上のスライスをこれ表した線ですねそれから血管に色をつけてあるでしょなんかここで詰まったよこれ何色って言うんでしょうね肌色肌色い。はいこれはこれを表してますいわゆる内頸動脈の拘束ですねで次は赤赤はこの右側のこれを表してます 結構広いですね。広いです、ね。中大の動脈の高速です。はいは。で。次、この緑のところは、はい、この。こっちを表してですね。これですね。はい、この中で一番、あの拘束層が。小さいのこの方ですね。ええ。ええええ、ね、この方ですね。はい、運動麻痺一番シビアなのは、この人とこの人なんです。<ー>この人は運動麻痺はそんなにやないです。ええ<ー>、ね。それは。 あの一石瑞炉がどういうところを通るかが分かればいいんですね。ということはここのここのところがポイントっていうことですね。はい、これとここですね。はい、それとここのところですね。こういうところが一つかなと思いしますね。で 神経繊維を見ていくときにもう1個大事なのが今まで言ったような非脊髄度とか上重則とかそういうことだけじゃなくてネットワーク、システムという言い方をしますけど小脳系のシステム、規定学系のシステム要するになんとか経緯ですよね。システム あのそれはですね、いろんなところをこうして結んで、あのこう一つの働きをしてますよ、はい、ということですね。はい、でそれをざっくりと書いたのがこれになります。はい、小脳系のネットワーク、基底核系のネットワーク。はい、この線はすべてこれ神経線を表しているわけです。はい、ですね、神経線を表して、これなんかボンボンこう切れていくと、はい、当然そのネットワークはうまく働かないわけですから。はい、そうするとこのネットワークで、この両方のネットワークで何をしているかというと。はい 大脳の皮質がきちんと働くよう消耗ネットワーク規定核ネットワークそれらができなくなる、はい、ということになりますね。はい、ということはその繊維がどこを通ってるかってやっぱり知りたいじゃないですか、はいこれはちゃんと時間を作って聞く、はい、<laughs> ということです。はい、で次ですね、あのー、そういうシステムの中で前提系のシステム。はいはいで 前提神経核というのは今日からエンジ髄ンにかけてこうちょっと長いあの核があるんですけどもそこから繊維がこう上に上がっていきます、支柱、はい、のここのところ VIM 核というんですけどここに書いてあります VIM ですね、腹、はいうん、側中間核というんですけど、はい、あのここのところに来てこれ実はあの体性感覚の中間核の VPL 核のすぐ前にあるんです。と、はいはい、ということはその VPL 核で出血したら まあほぼ間違いなく障害、障害紹介されますね。はい。はい、ということはこの働きは何をしているかというと体幹に対して足がまっすぐである、はい。そういう感覚です。はい。それがわからなくなるということになりますよね。ええ、はい。ただ単に体勢感覚がわからないだけじゃなくて、はい、そういうこともまっすぐの感覚がわか,からなくなってくるということになります。はい。でそれはずっとこう上に上がっていってこの頭の一番上 に投射するんです。はい、塔の一番上ですね。はい、でここ、こっちで見たら、ここの外側溝の一番上の内側、はい、ということになります。うんうん、そういうところが障害されるとなかなかこうかうまく立てない。結局だからここの。うんここの ここの繊維のどこのレベルがやられたとしてもここは問題が出てくるいうことになるんですそういうことですはい。全くその通りですじゃあ次お願いしていいですか次はこれはやはり繊維定位に関わるとこですけどねはい。これ血前部って言うんですよはい。血前部っていうのはここのところがちょうど草ビジョンになってるこれ血部って言うんですけどここの前にある血前部はい。視覚情報と体幹と下肢の体制感覚情報をここでマッチングするところですということは 視覚情報ですからこの空間に対して、はい、体幹と歌詞ですね、はい、体幹と歌詞が空間に対してまっすぐであるということをここ認識する、はい、先ほどの前提のは空間に対してじゃない、はい、体幹と足、はい、今回は空間に対して外,外からの環境に対して自分がどういう位置にあるのかいうそうですねでそういうものを、はい、あの処理する、はい、でそこはあ,のあくまでもお猿さんの世界ですけど はい、人も多分一緒だと思いますが、はい、こういうふうに点々でこう書いてあるところと結んでる、はいるだからそこのどこか障害されてもそういう問題が起こる、はい、ということです、はい、大野先生のどは<笑><笑>大丈夫でございまょっといくつか質問が来ておりますのではい、<laughs> はい、ちょっとえご質問いただいた方にちょっと呼んでいきたいと思いますえー、っとですね、えー <coughs> 鈴木ささん、えーと、大変興味深く細かいようですが、予後という言葉自体には病気等の帰結の推測の意味が込められています。あ,ありがとうございます、実証的には、えーと。ある疾病の起こりうる天気、またはたどりそうな経過のことで、えーと、回復や再発の可能性のこと、あ,ありがとうございます。えっ、ー、と、工場さん、えーえー、っと、ご回答いただきまして、ありがとうございます。昨日予後予測も画像を正しく見れないとダメですね。 在宅ででも脳画像に触れる機会は少ないですか精進しますまた、また脳画像と機能予後予測についてセミナーがあれば嬉しいですね、私ですか <laughs> 在宅の方が、ねええ、あのよくおっしゃるんですけど、はい、在宅系には脳画像見れませんのでという,ようなことをよくおっしゃるの、はい、それをエクスキューされるんですけど、はい、在宅系の方もちゃんと回復期にあの脳画像を求められたらいいんですよ、うん、そしたら渡しますよ。それは積極的にだいぶん でききるようになっていの先生あのちょっとユ、えーチューブの方から質問も飛んできておりますユ、えーチューブの方から脳の画像証券と臨床証券が合わないことは今でも吉尾先生でもあるのでしょうかまた確信をついたご質問を私もぜひ聞きたかったんです当然ありますあ<ー>だから楽しいんじゃないですか<ー>ねそこは何なんだなぜなんだっていうことをそこでまた必死になれるでしょ合うことももちろんあるんですよねもちろんそれはよくありますよくあるああ 合こともだけ合わないことがあったときに、うん、なんでなんだろう,いうそうありがとうございますえっとまた YouTube でご質問ですえっと吉尾先生の研修文献を見て日々勉強させていただいてます臨床にて非麻痺足で立てない症例をよく経験しますえっと毛様体脊髄の障害で APA に障害が生じている患者様のアプローチとして吉尾先生はどのようなアプローチを用いていますか <laughs> う,んうんかなり壮大な質問ですね <laughs> 簡単ですよ簡単ですはいはりさんこっち来てはい 私が例えば右側の方がいい方でこっちが麻痺則だったとしたら患者さんはどうしてもここっっちちににたがるるんですすのそれをあえてこっちに行ってあげて私のここにあなたのお尻をつけてとこういうこと求めて私が患者さん私にこのあなたのお尻を私のここにつけてということを うん、求めていくと患者さんは髄性はいいのでいけるんですよ、はい、それを多動的に持っていくから患者さんは逆らうんです、もう予定せきずりょうの場合ですと。というふうに考えられた、はい、ありがとうございます、はい、基本的にはそうですね。手塚先生、えーと、PT ジャーナル5月をわくわくしながら拝見しました、ここ数年で小脳と視床を細分化して見れるようになったので、仁さんの7月の講義で話そうと準備していたら、5月に出されてしまったので、やられたという気持ちでした。<laughs> <laughs> ますいません <laughs> でも、ここら辺、ただ、私が臨床出た時から比べても、だいぶあのこ,のこういったこなんですけど、理学療法士として画像を見て、それをどう現場に臨床に生かすのかっていう視点のものすごくたくさん出てしまこれ、先生、何十年も苦労されたそういうことですよね、ううね最初に声を上げられて、あまあでも <laughs>、そうですね、あの今から四半世紀前ぐらい。 ね、そういう戦いがあったんですけど。でも、良かったですよね。そういうことや。例えば手塚先生なんかでも、相当頑張ってくれて。ね、あの社会、にういうの貢献してらっしゃる。ありがとうございます。はい。はい。はい。じゃ、えっと、あ、もう実は残り25分しかで、じゃ、あ次行きますか。はい。で、あの、次のスライドお願いします。で、こういうふうに、あの、いろんなところが働きながら、こうして脳のシステムが。 このシステムが壊れるのが脳卒中なゃあそのシステムのどこのところが問題を起こしているのかどうすればそれがうまく機能するのかということを考えていかないといけないということですねじゃあまずとりあえず非脊髄炉に興味あるでしょうかはいありますどこを見ればいいのかむしろ非脊髄炉しかあんまり考えてないかもしれないそこでいきましょうはい でじゃあ次いきますね。筆跡髄色どこ見ればいいのか筆脊髄色どこ見ればいいのか、はい、いきますはい次いきましょうでこの画像で言えばこの緑の線緑の線が筆跡髄色を表してます、はい、で水色のはこれはあの小脳に向かう繊維それから小脳から上にどう屋に上がってくる繊維、はい、赤い繊維はこれ強模様体に行く繊維それからピンクは円髄模様体に行く繊維をこれ表してます、はい、でこれが投射繊維 こういう繊維たちが実際は本当は障害されるですだから本当は非脊髄量だけを考えたってだめなのこんだけくっついてるんですからだからもう非脊髄量は単独で障害されるっていうのはちょっとほとんどないほとんどなんですだから肩まひっつったら本当はそうですよねそっちに非脊髄量障害されてでもそんなことほとんどないということは 脳卒中肩麻痺ってことは死後にしないといけない。はい。私はそう思ってます。これ戦おうと思ってます。ああ。また先生今後の20年のビジョンで。はい。脳卒中肩麻痺って言葉なくそうと。ああ。どういった言葉に変えよう。わかりますか。あまだわからないです。そこはないですけど。あのもうその病態は非常にこう複雑ですから。はい。そんな簡単に10杯一括りで肩麻痺っていうのやめましょうよっていうふうに思いますね。で必死努を考えるときにまず 運動屋から出ていきますから運動屋は特定しないといけないそのために中心口を見ますよねで中心口の見方っていうのがあるんですよで次お願いしますねで中心口を見ていく場合にここのところをこう中心口ですね3番のところですね中心口これを見つけていく方法っていうのがあるんです一つはですねここにこの溝上前頭口ってなり はい、それともう一つここに「頭頂観光」という溝があります、はい、それから下の方にですねここに「円光」っていうのがあります、はい、5番ですかね「円光」っていうのがありますこの「円光」っていうのは太状洋が頭頂の,の方に行ったら上の方に上がるんですね上の方にそれを「円光」っていうんですけどあれはああ「太頂あの変えっとか言ったりもするんですけど、はい、まあここで「円光」にしときましょう、はい、じゃあ次いいですか で、あの、こっちの方がわかりやすいので、こっちでいきましょう。あの、この中心光を見ていく場合、ええ、ここにですね、くびれてるところがあるでしょう。くびれてるところ。はい、ここは手の中枢なんですよ。このハンドです。ハンドの中枢。このところは、あの、逆オメガって言うんです。逆オメガ。オメガって言ったら、こう、ね、こういう字なん。それが、逆に。こうそうですね。反対に見えますね。 でそこのところは手の中枢そういうふうになってるところがあったらそこが中心口ですよということですまず一つですねで先ほど言ったように上前頭口ですね上前頭口はここに縦にありますこれ上前頭口これが終わったら最初に出てくる溝が中心口ですよそれから頭頂間口がここにあってそれが終わって最初に出てくる溝が中心口ですよということです じゃあこっちで言ったらどうかというと、はい、こっち頭頂関骨はここにあって、中あの、はい、上前頭骨はここにあって、はい、その間に二つあります。二、はい、つある場合は前になります、はい、あね。前になります。はい、ということになりますね。はい、こういうふうにあの中心項を決めていただいたらいいです。はい、一つで注意していただきたいことは、ここのところがあの中心項だったときですね、中心項の後ろ側に下肢の中枢はありますよということ。はい これ覚えておはい。後でまあちでっと出てきますけど。はい。そういうふうにして、まず中心こ運動やを決めてください。ね。で、手の中枢が分かったし、足の中枢も分かりましたね。はい。で、じゃあ、次お願いします。どこを通っていくかというと、ここのところ、薄くこう丸つけてますけど、この辺を通っていきます。はい。次お願いします。これがハの字レベルですね。はい。ハの字ですね。はい。次は。と。次は。 はい、はい、能量膨大がちょっと見えてきましたけどその場合はちょうどこのちょうどこう曲がるところ、はい、その辺りがちょうど筆跡が通るところになります当然後ろ側の方が下肢、はい、前の方が、はい、え手の方になりますね。はい、で次お願いします <laughs> これはもう皆さんが一番馴染んでる規定額のレベルの一番こう見やすいとこですよね内包ががそこに FUTL って書いてこれフェースアッパーエクストレミティプフランクローアーエクストレミティというふうにこう書いてますそんな感じで並ぶということになります。 あの参考までに他のところはどういうふうなものが位置してるかっていうことをこう書いてありますから、はい、ぜひこれも合わせて見ていってくださいですね、うんはい、で次お願いしますでここは今度農館のところですね中小農客がねこうして見えてるところですけど、はい、あのちょうど今日の一番ど真ん中あたりになりますけど、はい、この前の方に今日のど真ん中の前の方にちょびっとこうしてこう書いてあります。はい こういうところを通っていきますよということです細かいことはもうちょっとパスしていきますねさあ今度は問題は次の写真ですああこれですね先ほどちょっと見た画像ですが2つ写真を並べてますねでこれはこの下のオレンジっぽい線でカットしたものがこの図になりますでそうすると 内包のところは生きてるでしょ。はい。生きてますよね。はい。はい、単層球なんかも生きてます。はい。で、今度はその上の方でカットしてる。この上の方っての、どこかというと、脳室の天井のところです。はい、脳室の天井だから、これ、ハの字になるわけですね。はい、で、そうすると、なんか、その脳室の横はもやもやっとしてるでしょ。はい、この方を、ごめんなさい。ここのとこ、もやもやっとしてますね。はい、はい。これ一つポイントなんですね。はい。はい、じゃ、あ次お願いします。<coughs> はい、でこれでここのところこの今度この濃筆の天井のところだけをこう取り出してここのところを見てみますね、はいはい、これを別のをちょっと見てみますからはいちょっと、はい、あの開けてもらっていいですか次これで見ます、はい、今のところ大きくしました、はい、いいですか、はい、この,あの写真とこの写真明らかに違うでしょ、はいはい、どっちが なんかこう黒いですかも,もちろん下の方が下ですよね、はい、ということは下の方がより重要だということです、はいはい、要するにその脳室の側脳室の横を通ってるその繊維がかなり障害されて、はい、上の方はちょっとモサモサってモヤモヤっとしているということは、はい、生きてるところはそれなりにあるよということですね、はい、見えますかねここの側脳あの側脳室の天井のところここのところですね、はい、基本的に血管はこのレンズ核線状態動脈で、えー、栄養しているかというと はい違うんですよ違うんですか違うんです,よんですよこれはですね、はい、あの中大脳動脈のこのここのところ必須をずっとこう来てるこの繊維、はい、あの血管ですねこ,こ中大の動脈、はい、こっからこう入ってくるんですよこした、はい、こっからこうして入ってくるんです見えますかどうですかここまで到達してます、はい、だからあの中大脳動脈の基質のところであるいはレンズが洗浄体が出た後で 詰まってもここはもう基本アウトですからダメなんです。ということは足動かない残念ながらでもそれでは動物は困るので保険をかけてるわけですでレンズ郭線状態動脈がそこまで伸びていく人もいれば中には前脈絡層動脈内頸動脈が出るんですけどそれが伸びていく人もいるらしいですね 組みていただくと、はい、前大の動脈はここまで伸びていってる。はい、この方伸びていってます。はい、じゃ、栄養栄養が他のところで少しずつそう,そ,うそ,うそうして保証していくわけですよ。<ー>そういうのが実際はどうなのか？っていうのを見れると、この見れるのがこの画像。あ この方は残念ながらそういう保証がないですねだからそういう意味での随性っていうのはあまり期待できないこの方は随性が期待できる現にこの歌詞とはステージ4あります歌詞は上司は残念ながら中枢がここにありますから基本厳しいですけどねはいじゃあ次お願いしますで「肥質塩髄炉」肥質塩髄炉がロりですね で、ここのところちょうど半島みたいな感じになっているところでしょはい、はい、ここ顔面の中枢ですでこの辺りが圓下の中枢ですけど<ー>でこっからこういうふうにしてグーンとこうして入っていくわけです、はい、ここに比較があるでしょはい、これ微乗とかですね、はい、微乗角がありますけどここのところちょうどこうしてこう入っていくんですよ、はい、で比較出血の時にこれ即やあの障害されてしまうはい、はい 比較出血する時よく嚥下障害を起こす。いうこういうことに。はい、あるんですよっていうことです。ねじゃあ次ですか?。で、私たちは今のこの画像のように、先ほど見たように、あの。全額団っていうのを本当もっと見たらいいと思うんですけど。ほとんど水平団ばっかりでしょう。全額団はあんまり。美味しいんですよ。美味しいんですよ。本当はね。はい、じゃあ次ですか?。 で全額断はこういう風うなのをこういう風うに切っていくと全額断で見れるわけですね。はいはい、ここでですね、あの七番目、七、はい、番目、八番目、九番目、十、はい、番目、こんとこちょっと見ていきますね。九十はい、はい、いいですか。はいじゃあ次お願いします。七 <laughs> 番目 これまた後でゆっくり本当は見ていただきたい色と資料を見てですねここに出典書いてありますからぜひご覧になったらいいと思いますがここのところですね美上格等とそれと師匠の全角角がありますそしてこちらに比較と単層球があるんですよ。ということはどこかというと内包のほとんど質のとこです。質のとこですね ここのところをあの皮質円緒路が通っていくわけです。うんはい、ね、先ほど見たこれ図ですよね。はい、でもう1個つ温度後ろになってくると温度は青いところが出てきましたね。はい、これ頭頂葉なんです。うん、ということは顔面とか遠下にかかるようなこう感覚のところですね。はい、あのいわゆる、えー、三叉神経にかかるようなところとですね。はい、<laughs> そしてこここれ特徴ですね。これ中脳大脳脚、はい これが見えるところはいわゆる内包のど真ん中、うんはい、あの内包の顧客のど真ん中、うん、セラピストが一番好きな内包の顧客のところですね <laughs> <の>なぜ、ね、こ,このところに何があるか支障、はい、のど真ん中があるでしょ、はい、そしてここに単相級比較があるでしょ単相級比較とそれとなあの支障でできるのが内包の顧客ですからな、はい、かなかこのところは内包の顧客そのもの、はい、そこの真上にあるのが 実は手の中枢なんです。手の中枢で、手の中枢からぐ取りてくるところをこのところ見てはい。これ見逃すことないですね。美味しいですね。美味しいでしょ。美味しいですね。ね。そしてもう一個言うとですね。今度このところ。はい。このところ。こっちの方がより綺麗でわかりやすいからこっち見ましょうか。ここにテーブルみたいなものがあるでしょ。王速刀会です。はい。王速刀会。ああ、三十八番。はい。こっちにもあります。はい。ね、これ。 ここがウェルニッケです。オー、はい、おウェルニッケです。だからここを見ると、はい、いろんなものを見れるわけですよ。一枚で情報が非常に詰まっている。そう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 そ<ー>ここ見なさいよっていうんですね、はいで。しかもそこのところにこういろいろとこれ線が通っているところ書いてあるでしょ。はい、上,重上重速、下重速,重速ね,、はい、ねこういうもの書いてあります。でここの上重速も高さがありますから、はい、上の方はあのより上の方になったらボディイメージとか空間に関わるもの。はい より言語的なものとか、はい、そういうふうにこうなっていきます、うん、はい。じゃあ次行きましょうか、はい、で、ここになるとここは師匠チンがありますだから師匠の一番後ろですね、はい、体制感覚が絡んだようなところになりますがまだ赤いですよね、はい、ということは体感下肢の中枢はまだそこにあるということですねうんもっと後ろにまだ赤いですよ、はい、ここが 実と歌詞の中枢の相当後ろでしょ。もう全然相当後ろですよね。はい。農業保代が今度ここあるわけですから。もうこれイメージが全然狂ったでしょう。はい。でこういうところをちゃんと追っかけていくと、あの画像をもっと立体的に読みますよといでそれで実際の画像を見てみましょうか。はい。はい。 でこれ比較出血ですね、はい、出血されたばっかりの時ですけどこの時の圧迫がどうなんだとかですね、はい、こういうのを合わせて見れたらいいです、はい、で、えー、じゃあ次いいですかこの方の血柱が吸収されてきます、はい、吸収されてきた時にそれをスライスでこうしてみましたね、はい、ねそれを見たのがこれになります、はい、これ全額だそうです全額だ,全額だ一番えー、一上のカットでしたのが一番左、はい、そして真ん中そして次はい ほら美味しいししところがあるでしょう、ほら、はいこれね、さっき中脳の大脳客があって、はい、ところどこどここここのところ一番そこの時見た時にじゃあ脾脾肪炉が通るその大脳客、えー、内包の顧客は障害されてるかというといやセーフだと、はい、圧迫はされてるけど、うん、セーフだと。ということは、まあ、血管なんかも圧迫されて血流障害は起こるでしょうけど、はい、あの、うん 完璧に障害されてしまっていることはないということは機能的に結構上がってくるかな、ね、<は>ということは予想可能性がある過死にしても上司にしても、はい、まあ何らかの,あの何か補助はいるかもしれませんけどね、はい、じゃあ次いいですか次の出血も結構大きい出血ですけど、はい、さっきの方とはちょっと違った出血ですね外にも広がり内側にも広がりしてます、はい、そうするとこの人の、えー、次行きましょうか。 全楽団見ると、こんな感じになります。はい、すね。はい。で相当圧迫されてますよね。はい、そう、圧迫されていってます。じゃあ、あ例えばこの辺りでこうして圧迫されてる、どうなるのか。非脊髄路があるのは、ここになりますね。はい、こういうところで圧迫されて、どうなるのか。将来はどうなるのか。はい、じゃあ、次行きましょうか。で、高速が、こうして、こう、あの。ええー、ごめんなさい。出血のところは、えー、っと。 高吸収域でこうして白くなりますけど、はい、それが吸収されて、まあ、人工的にこあの取るわけですね吸収、はい、除去するわけですけどそうするとこうしてこうあの漏電してになるさあそうした時にどうですかここここここ先ほどのの字レベルのところ、はい、真っ黒ですよね厳しいですね、はい、でそれをこれで見てみてください側濃室の横、はい、これが内包の光脚のところですねここのところに降りてくる繊維もうもろ障害されてしまう。はい じゃあ歩けないかってそんなことない、うん、この方奥外方向まで行ってらっしゃいます、うんね、それは先ほどのあの真っ黒い、はい、あの障害のとある意味で同じですよね。随運動ができなくてもそれなりにできるようになっていくはいじゃあ次行きましょうか。はい、もう時間も、はい、あそうなですね。ちょっとご質問ントをいただいているので、はい、え,っとえっとちょっと読ませさせていただきます。えっとミッキーのグッさん吉し先生いつも先生の黄色の本で勉強させていただいてます。 先日の福岡の認定勉強会も大変勉強になりました。私はまだまだ画像と現象、そしての。すいません。えっとうんと脳システムとして考えるところが弱いですが、ここ2年で先生の講義と教科書で勉強していたら、脳と脳を立体的に捉えることができるようになって。 えーと来ていますありがとうございます。ところで先生喉大丈夫ですか。お水飲んでくださいね。ありがとうございます。<laughs> はい、元に戻ります。ありがとうございます。えーと大谷さんこんにちはこんにちはどうもありがとうございますコメントは、はいあ今のところコメントはそれぐらいではい、はい、ございますのでじゃあ次いきましょう。いょうはい、あのー、まあ今までこうどっちかというと筆跡随路とか、はい、そういうこう随的に動かすと。 いうととこころのことをこうずっと見てきてるところあるんですけど、はい、動作っていうのは何もそういうパフォーマンスをする筆脊髄炉とか燃えてあるとそういうところだけでしてるわけじゃないわけですよ。と、はい、そこをちょっと見ていきましょう。はいはい、じゃあえこれは何かっていうと体勢感覚が今の自分の足がどういうふうになってるか体との関係、はい どうなっているかということを、こう、こうわかるということですよね。はい、じゃあ、次お願いします。これは前提形です。はい、ということは体幹と足がどうなっているかということをわかる。ですね。はい、そこに視覚情報が入ってきます。ね。視覚情報が入ってきて、はい、そして、この体勢感覚と一緒になって、さっき姿勢、定体の話しました。ね。はい、ですねそして、前提形の、体幹とこれがどうだという話しました。はい、で、次お願いします。 でそういう情報たちをここでですね頭頂用でまとめたものを師匠の肺側角でこうしてやり取りをしながら、うんうん、今自分の体がどうなんだということを認識するわけですよ。うん、もう世界に対して自分がどういう位置を取っているのかそう,そう,そ,う,うそういう情報が処理されて、うん、はいじゃあ次お願いしますそれが前頭葉に行くわけです。もしそこのこの頭頂葉で障害があったらどうなりますかこの白い線は相当間違った情報を伝えることになるんですね。はい、あるいは 頭頂葉は問題ないんだけども支障が障害されてたらこの頭頂葉はいいのにちゃんとした情報が来ないってことになるでしょうん、うん、前頭葉が解釈できない解釈できないきいや解釈するんですああっ間違った解釈あった解釈,った解釈あ情報がってくる情報が間違ってる解釈もちょっとおかしなことになってしまうそ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 うしかも左の脳から来るのと、うん、右の脳から頭頂葉から来るの情報が全然違うでしょこれは前頭のが混乱しますよ、はい そういう状況になりますよその結果がはい次お願いしますそれが私たちが見てる現象のパフォーマンス私たはこの黄色い線だけ見てるんですこの黄色い線だけ見ててここの申請がとかですねわけわかんない話をしかすわけですよ本当はここの中でいろんな問題が起こってるかもしれないそこのところを解かないと解熱剤を出すだけではなくて中が何が起こっているかっていこうとです。ね、すね だからここのところもっともっとやっぱりちゃんと考えていかないといけませんよ、はい、っていうことですねはい、はいじゃあ次お願いします同じあのパフォーマンスするところでもさっき言ったその模様体とかね小脳系のもと、はい、ことも考えないといけないしはいい次お願いしますでこういう視床の,の障害があってですねこれが障害されたら当然盗聴用に行く情報がうまくいかないわけですから、はい、盗聴用大混乱するわけです。はい 大混乱した状態でパフォーマンスをされるわけです。ね、はい、それ困るでしょ。はい、でも頭頂葉はいいんですこの場合は。うんうん、まあまあまあもう機能としてはだ頭頂葉自体はだってそう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 。その頭頂葉を良くするためにどうしたらいいんですか。え<っ>師匠はちゃんとやってくれませんよ。師匠がちゃんとやってくれない。えっと

えっと、はいタイオーバーバ <laughs>、はいはい、あの反対側の盗聴用はいいじゃないですか<あ>ねっ納涼を介して反対側の盗聴から教えてあげればいいんですを使ってこんなになってる人にこんななってる人に「はい、はい、こうですよ」はい。ほらこっちを通していい方で教えてあげるから、はい、ねっ 他のルートからの手がかりを、そういうことです。農業を介して、こうして予定を上げれば。その情報処理したものは、前頭に行ったら、どうですかね。それなりのパフォーマンスにつながると思いますね。そんなことを、こう考えてやっていくんです。だから、画像を見る。ということです。ね。はい。はい、じゃ、あ続きます。はい。である有名な方がですね。おっしゃったんですよ。はいあの。 理学療法士はあの現象を見る仕事だから、はい、あの脳画像を見る必要はない、はい、現象をしっかり見なさいその通り現象を見る仕事だから、はい、現象をしっかり見ること大事なんだ,、はい、だけどもさっきも、ね、冒頭でも話したようにその現象を本当にちゃんと見れるかというと、はい、そういう教育もなされてない、はい、やっぱりその解釈も絶対こうあの間違ってるところもいっぱいあるそあ、はい、その中で考えた時にやっぱり画像を見るってことは本当大事だと思うんですけど。 脳は個別性があるから画像を見る意味がないとその方おっしゃる。私は個別性があるからこそ画像見たらいい。ね個別性があるからこそ画像を見てあの画像所見と合うところと合わないところをどう私たちは考えていくのかということだと思いますね。はい次お願いします。私たち私はなんかこうそういうわけわかは考え世界で何かこう仕事をしてるもっと可視化してわかることをちゃんとわかるようにね。 努力をしていかないといけないかなというふうに思っているんですけどね、そんなようなことを今日お伝えしたかった先生、あのはい、じゃあちょっとご、えー、質問の方もちょっもいくつかちょっと来ておりまして。 と大内義弘さんこんにちはこんにちはありがとうございますえっと藤沢藤井健太さんよし義雄先生の勉強会に参加させていただいてから農学を見るのが楽しくなりました7月な長野県で行われた勉強会の後も復習頑張ってます今回もおっしゃられていましたが全学団から得られる情報も膨大でえっとしんえっと見方の幅が広がりましたありがとうございますありがとうございます,います頑張ってくださいはい えっと木田さん吉尾先生の講義は二回目ですインターネット講座張本さん刺激的ですはいありがとうございます私の方がもっとドキドキしております楽しありがとうございますあ久米さん久米良一さん<ー>技師創具師ですえっと内包客,客が障害されている場合歩行の自然注意を待ってはいけない積極的に可視創具を使って歩行や姿勢制御を再学習していくべきと理解しておりますがいかがでしょうか全くその通りですけど細かくはまた、はいはい、別のところで、はい、しっかり語りましょうはい、はい、ありがとうございます えっと、藤原愛作さん、USA から楽しく聴講しました、ありがとうございました、もうグローバルでございます、わざわざアメリカから、アメリカから世界で、はい、あの先生あの、実はちょっとこれ、打ち合わせいないんですが、はい、あのぜひちょっと先生に、あのこれから、明日僕、ずっと悩んでたように、吉尾先生になればいいじゃないんですよ、ただ、いつか吉尾先生と同じ年ぐらいになった時に、せめて、ある程度ぐらいは見れるようになって。 なりたいで若い方たちがこれから画像を見て脳卒中の方と一緒にあのリハビリテーションやってこといったときに若い人に関するあのちょっと画像の見方でぜひエールを送っていただけるとあの少なくともですねスタートが全然違いますよ私とああそうですね何もないじゃないですよそうですよスタートが全然違うということを私をはるかに追い越していくはずですはいはいはい。 その時にやらないといけないのは自分が今見てる患者さんに一生懸命なれということです、はい、必死になるそしてそれを現象と画像と必ずこう比べてみて、はい、でお互いそこのところで問いかけてみる、はい、やっぱそのことの繰り返しですよそれをやるってことが一番大事、はい、ただし、はい、さっきも言ったように今のこの時代は回復期ではなかなかたくさんの経験ができないので。はい 他の人たちの患者さんも、はい、はい、ちょっと一緒に見せて。<laughs> ということもやっぱり重ねていかないといけない。はい、まあ、そういう努力はやっぱり惜しまないでいかないといけないんじゃないかなと私は思います、ね。うん、はい。はい、ありがとうございました。あの、お時間もちょうどになりました。あのー、リハの裏に、これからもたくさんの素晴らしい先生にお越しいただきたいと思います。あのー、本当に先生お忙しい中、本日はご講義ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、これにて終了としたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。